トルコ共和国参謀総長の旗アンカラにある参謀本部の門参謀本部はトルコ軍の軍令部門を統括する最高組織。大正級の将官が就任する参謀総長によって統括される。1982年に制定された現行憲法では参謀本部は陸海空軍の各司令部を統括し、平時には首相に責任を負う一方、戦時には大統領に代わり、 国軍の最高指揮を取るものと定められている。平時には内務省の参加にあるジャンダルマ及び沿岸警備隊も戦時にはそれぞれ陸軍と海軍の参加に入るよう規定されている。また参謀本部は平時においても作戦及び軍の管理に関する一切の権限を有しており、その責任を直接首相に負うものとされている。このため内閣の一員として、 軍政部門を統括する国防省は作戦事項に関与する権限を有しておらず、その職省は参謀本部の策定する国防大綱に従って実施される法制度整備、財務管理、徴兵、兵団、軍人恩給、軍事施設建設などに限られている。こうした点からトルコにおける文民統制についてはその有効性を疑問視されることが多い。 参謀本部を統括する参謀総長には陸軍総司令官が就任することが慣例となっており安全保障政策に関する最高意思決定機関である国家安全保障会議に対する議案提出権を有するなど強い権限を持っている。ありがとうございます。